Oi, Erwin. Nailか? Kenpei-danの仕事はどうだ? 相変わらずだ。上に言われた仕事をこなすだけさ。 そっちこそ、また博打めいた作戦を考えてるのか? 俺はこれしか能がないからな。秘密主義も相変わらずか? それでよく部下がついてくるもんだ。ありがたいことにな。 俺を信頼してくれているようだ。上に立つ者はその信頼に応える責任がある。これはとてもお前みたいに博打を打つ気にはならん。部下に無理を強いているのは分かっているさ。いつもむちゃばっかりしやがって。まあまだくたばってないだけマシか。お前はきっと早く行っちまうもんだと思ってたからな。 ああ、思えばお前とは一緒に調査兵団を志した仲だった。しかし、お前は行きつけの酒場の女に恋をし、一人の女性を守る道を選んだ。ああ、そうだ。俺はお前や他の同期を裏切り、今日まで抜け抜けと生き延びた。そんな言い方はよせ。 お前を尊敬している。俺たちにはできない生き方をお前はやったんだ。<笑>そいつはどう思う？行こう。 世話を焼かれてばっかりだな。私はエレンを守るためにここにいる。だから、エレンを守るために助かった。あれは救援要請か。蹴散らして。 救援要請だ。急いで行かねえと。
潰す。なければ勝てない。私は戦い続ける。いい動き。神兵の中で一番優秀なようだ。カッサバイゲル。お願いします。落とした。了解だ。潰す。死なずに済んだ。救援要請か。無視はできねえ。蹴散らしてやる。
さばいてやる。邪魔しないで。どうだ？肉を削ぎ落とすこと、それが私の特技。相変わらず動きが早いな、ミカサは。俺だって蹴散らしてやる。戦わなければ勝てない。クソ、あいつ手強そうじゃねえか。
なければ勝てないんだ。焦れば命を落とす。最後に勝利するのは俺たちだ。